んにちは、マンディアンのゆうぽんです。今日は目にゴミが入りました。入ってる？タイムで。ということで今日は久しぶりに鬼滅の刃のグッズが手に入ったので、今日はそちらを開封していきます。で、何のグッズかというと、アニメートのグッズとかではなく、結構前にさ、ほら、ローソン 6PHMV 限定でさ、グッズ出た時ってあったじゃん。すぐ売り切れた、あれ。みんなが早起きして並んだあのグッズです。で、それが、結局ローソンに行っても手に入んなくて、でも欲しかったから HMV を見たんですよ。そしたら、まあ、予約販売であって購入したんですけど、で、それが届くのが4月なんですよ。それが結構何日か経ってしまったんですけど、まあ、ちょうどね、まあ、4月後半ぐらいに届いたので、こちらです。こういったものがこちらでございます。ローソン 6PHMV 限定アクリルキーホルダーと、あとは、ローソン 6PHMV 缶バッジセット A4 個入りのグッズをね、購入しました。で、こっちは、まあ、この炭治郎善逸、ねずこちゃん、いのすけの4つの缶バッジが入っているんですけど、こっちはランダムです。柱もいますね、こんな風に。まあ、楽しみなのは、ま、こっちかなっていう、何出るかわかんないから。ランダムです。で、今日はね、もう早速開封していきます。じゃあね、最初にこのね、中身がわかる、こちらの缶バッジから開けていきたいと思います。1個、1600円になります。で、これね、よく見たらわかるんですけど、ローソンにある唐揚げくんがいるんですよ。だから、この缶バッジめっちゃ欲しかったんだけど、もう、ね、寝坊してしまって。でもね、予約販売できたからね、よかった。いきます。でね、で、これさ、中身わかるやつっていいよね。はい、こちらです。で、私大好きです、この銀の袋。じゃあいきます。あ、全13種類あるんだ。そうだそうだ、全13種類あって、柱もねあるんですけど、私はかまぼこ体が欲しかったので、この4つにしました。どれに善逸が入ってるかもわかんない。じゃあいきますね、早速1つ目。なんか安心感がある、必ずあるから。はい、ポン。お、いのすけ。うわ、待って、これかわいい。カラフルってか。そこで一番最初にいのすけが出ました。いや、なんかね、伊之助らしいなと思った。てかね、うちね、これ出た瞬間、誰に目に行ったって言われたら、唐揚げくんに一番最初に目に行ったよね。いやさ、なんかなんだか不思議だね。なんで伊之助唐揚げくん持ってんだろうっていう。え、待って、うちもさ、唐揚げくんとコラボしたい。お願いします。じゃあ2個目いきます。お、善逸！待って、唐揚げくん超多いんだけど。ということで、2個目で善逸が来ました。なんかね、伊之助の場合は唐揚げくん襲ってるんだけど、逆に善逸は唐揚げくんに襲われてるって感じですね。唐揚げくん多すぎだろ、これ。いや、これかわいいね。てか、頭に乗ってる唐揚げくんがね、どうしてもね、もう、ほっこりする。かわいい。じゃあ、続いては3つ目。いや、唐揚げくん食べたくなってきた。そう、なんかさ、ローソンウーバーイーツ始めたよね。そう、唐揚げくんも売っててさ、すごいの感動しちゃったもん。言います。パン。お、ねずこちゃん。あ、唐揚げくんの串を食べてます。ということで、続いてはねずこちゃんが出ました。これね、よく見たらわかると思うんですけど、竹を加えてるんじゃなくて、爪楊枝を加えて、唐揚げくんが刺さってます。で、それを唐揚げくんが支えてます。いや、これすごい。え、なんかね、ねずこちゃんはね、いいね。てか待って、唐揚げくんでかいね。炭治郎ね、唐揚げくん結構ちっちゃいの。で、続いて最後、炭治郎いきます。ほら、見て、これ。唐揚げ超ちっちゃいの。そこで、これね。これが唐揚げくんです。で、見て、これ。普通、ねずこじゃん、この中入ってるの。なんか、唐揚げくん出てきてるからね。唐揚げくん背負ってるってこと？いや、なんだか可愛いね、唐揚げくんとコラボ。じゃ、ローソンとコラボだ。唐揚げくんとコラボじゃなくて、ローソンとコラボだ。はい、ということで、あっという間だったんですけど、缶バッジセット A の紹介でした。いや、なんかね、その柱もね、欲しかったんだけどね、どの感じだったっけ、忘れちゃったな。もう前のことすぎて忘れちゃった。続いて、私たち、楽しみにしていたランダムのアクリルキーホルダーです。まあ、狙いとしてはやっぱり、善逸無一郎くんなんですけど、私ね、こんな運はないのよ。で、今回私は4つ買いました。はい、ラインナップはこちらになるんですけど、まあ、かまぼこと、あ、デザインじゃこれだわ。かまぼこと一緒だ。だからね、柱もこんな感じだったんだ。じゃあ、缶バッジ。でね、行明さん。かわいいですね。行明さんの隣にいる唐揚げくんを見てください。ゆずを持っています。いやね、ほんと何が出るか楽しみ。行きましょう。で、こちら1個600円ですね。じゃあ、行きますよ、最初に。1つ目から。緊張してきた。
もうカエくん大好き。これね、ってこれに取り組んで。え、どうやって入ったやつ思う？あ、そんな感じね。いきますよ。いきますよ。いきます。せーの。お、ねずこちゃん。ねずこちゃん。え、すごくない？もうセットセット、ありがとうございます、これ。かわいい、これ。画質半端ねえな。いや、なんか新品だからかわかんないんですけど、第一印象画質すげえと思った。まあね、イラストはさっきの缶バッジと一緒なんですけど、なんか大きさ的にすっごいちょうどいいと思った。ということで、二つ目いきます。ちょっと四つともさ、かまぼこ体だったらウケるよね。いきます。ちょっと落ち着いて。あんまりね、欲を出すと、前室は逃げていっちゃうので。いきます。せーの！え、待って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 、え、かまぼこ体来るこれ。え、うちかまぼこ買ったわけじゃないよね、これ。だってランダムだったもんね。え、ちょっと待って、ランダムだよね。4個セット A って書いてある。え、じゃあかまぼこ、まずかまぼこなんだ。うちちょっと説明するわ。ちょっとね、イノスケとイネズコ出てきて分かった。で、セットもしや買ったと思ったので、見たらさ、この袋にさ、鬼滅の刃アクリルキーホルダー4個セット A って書いてあんの。で、缶バッジの方も A なの。でも私の記憶の中では記憶ないの、かまぼこ買ったのが。ってことは何？じゃ、両方かまぼこってこと？じゃ、全員ついるってこと？はい、ということで、もうなんかさ、何この動画。何この、なんか同じイラストをただ紹介してるだけじゃなく、僕すごいですね、とか言って。ということで、こちら、猪之助くんのアクリルキーホルダーでございます。まあ、これはまあ、紹介する必要もないぐらい、同じイラストです。ただ周りが透明になったか、キーホルダーがついたかっていう。ちなみにこれボールチェーンです。じゃあ、これどっちか炭治郎と、どっちかが全員つ。こっち炭治郎の匂いする。で、最後に全員がいいな。あれ、ドキドキ感なくなっちゃったね。必ずじゃあ全員入ってんだっていう。せーの、お、炭治郎、当てました、炭治郎の匂い。あ、じゃあもう完全かまぼこじゃん、もうこれ。はい、見てください。いや、かわいい、もう本当にかわいいね、ここのね、唐揚げくんね、もう紹介する必要もないよね、もうこれ。もうイラストが一緒すぎて。じゃあいきます、続いて全員です。え、でもどうする、これ全員じゃなかったら。え、なんか、開封って普通ドキドキするものじゃん。え、推し来るかな、え、誰来るかなみたいな。すごい安心して今開封してるもん。いきまーす。ポン、ポン、ポン。うわー、かわいい、最高です、これ。よかった、よかった、かまぼこ。いや、待てよ、ほんとにやばい。なんか一つ言えることが、缶バッジってさ、結構ちっちゃかったじゃん、イラスト。だから、アクリルキーホルダー結構大きくなったの。だからよくこう見えるね、唐揚げくんとか善逸が。いや、なんか大きさも本当にいい、かわいい。てか、あと新品だからね、すっごいキラキラしてる。ということで、開封はこれで以上なんですが、ちょっとね、このセリアで買ったキーホルダーディスプレイケースに入れてみたいと思います。やっぱり限定商品っていうのもあるし、すっごいかわいいので、やっぱ飾るべき、大切に。あとね、こういうナットがね、すっごいね、かわいく飾れるの。さあ、行きましょうか。すごい、やっぱね、これいいね、この収納。ちょっと重なってもいいと思う、きっと。で、猪之助とね、善逸がね、ちょうどいい。待って、どうしようかな。うまくいかないもんかね。ここにしてほしかった、ここにしてほしかったね、そこちゃん。そしたらね、全部入るんだけどね、全部取れちゃう、これしかないわな。うわー、見て、すごくいい。はい、ということで、入れてみました。いかがでしょうか？やっぱりね、こうやってね、飾るとすっごい可愛さますし、あとは、あのね、思った。買ってよかった。セット A 買ってよかった。はい、ということで、いやね、開封楽しかったんですけど、まさかの全部一緒だったっていう。結果、A セット買ってよかったと思った。ということで、予約していたローソンのっぴ HMV 限定のグッズを開封しました。じゃ、ちょっとあれだね、またもし、じゃ、ローソンでまたこういうコラボがあったら HMV にしましょう。早起きするの苦手だし、あと人の行列並ぶの苦手だし、密です。なんだっけ、ステーシャルセンス、ソーシャルディスタンス、そう、ソーシャルディスタンスも大事なので、ちょっとね、またもし、ね、近々、多分近々ないと思うけど、これだから、もしあったとしても HMV で買えるなら HMV でね、買おうかなと思います。でね、
雑談になってしまうんですけど、なんか動物の森の一番くじが出てくるっていう話で皆さん知ってますか？で、なんか最初は3月に出るっていう話だったんですけど、延期になって5月に出ますって言ったんだけど、また延期になって、で次が8月を予定されてるみたいです。3回延期になってます、動物の森の一番くじ。いや、なんかね、ラインナップ見てると、すっごいね、なんか可愛い、顔絶対可愛いと思うの。まあね、そのラインナップの絵は載ってないんだけど、そう、こういうのがありますよっていうのはある。 A 賞がつぶきち&豆吉のティッシュケースで、 B 賞がのんびり気ままなレジャーラグ。ラグだってラグに反応したんだけど、ラグ、そっか、ラグなんだ。で、 C 賞が少し大きな保冷バッグで、 D 賞レジャー気分なクリアボトルで、 E 賞クリアなスライダー付きポーチで、 F 賞重ねて収納マグカップで、 G 賞がデザインタオル。 G 一番欲しいかも。で、ラストワン賞みんな集まれミニテーブルで、うちが今望んでるのは純お願いしますってなことなんで、まあね、集まる動物の森のこういう一番くじもね、出るらしいので、すっごい楽しみですね、8月。いやね、4回目の延期がないことを祈ります。はい、ということで、まあ、つもりのね、動画ではないんですけども、こちらで、鬼滅の刃のグッズの開封動画でした。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。メインチャンネル、サブチャンネルゆっぽんの趣味時間、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。Twitter と Instagram と TikTok もやってますので、よかったらフォローよろしくお願いいたします。では、おつぽん。